ジャス、おはようございます。パルと申します。ポケモンスリープアップデートバージョン 1.10.0 が発表されました。2年目のポケモンスリープにふさわしい大型アップデートといっても差し支えない盛りだくさんの内容となっております。ゲームの遊び方が変わるようなね、ある意味これまでの遊び方ができなくなるような、そんな内容も含まれておりますので、ぜひね、1周年記念フェスティバルの情報の総決算として今一度チェックしておきましょう。それでは参ります。さあ、では確認していきましょう。メンテナンス&アップデートバージョン 1.10.0 予告です。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。アプリバージョンアップを目的として下記日時よりメンテナンスを行いますということで、メンテナンスの実施期間は8月1日10時より終了日時同日14時となっております。いつもだいたい14時半だったような気がするんですけれども、終了日時14時目安となっているみたいです。アップデートね、8月上旬に行いますよという案内はされていたんですけれども、まさかの8月1日ということで仕事早すぎましたね。そんなわけで8月1日木曜日は朝ごはんが朝10時までしかあげられませんので、お気をつけください。またね、月の切り替わりのタイミングでもありますので、午前9時にはスリープポイント交換所も切り替わってしまいます。ぜひね、スリープポイント交換所まだ交換していない品物がある方は一旦この動画閉じていただいて、交換してから戻ってきていただけると幸いです。そんな感じでメンテナンスの実施期間は8月1日10時からとなります。さあ、それではアップデート予定の項目一つずつ確認してまいりましょう。まずは新機能ですね。今後のキャンペーンの準備があるようです。詳細は今後のお知らせをご確認くださいということで、ポケモンすくすくウィークキャンペーンはね、すでに発表されているんですけれども、それ以外に何かしらキャンペーンの予告があったりするんでしょうかね。ちょっと今後のお知らせ期待したいところです。キャンペーンと言っているのでイベントではないんでしょうかね。水くんイベントではなく水タイプウィークキャンペーンとか、そういうことになるんでしょうか。このあたりアップデート終了後のお知らせ楽しみにしていきましょう。そして新機能、お休みリボンが追加されます。詳細確認しましょう。一緒に眠った時間に応じてお手伝いポケモンがお休みリボンをつけてくれるようになります。お休みリボンがつくと一部のお手伝い能力がアップします。お休みリボンの能力アップ効果は4段階に分かれており、お手伝いポケモンと一緒に眠った睡眠時間に応じてアンロックされていきます。1段階目、2段階目、3段階目、4段階目とどんどんね、追加されていきますという感じですね。1段階目が200時間一緒に眠ると最大処理数がプラス1、そして2段階目が500時間一緒に眠ると最大処理数がさらにプラス2、あと1回進化可能なポケモン例ピカチュウの場合、お手伝い時間が 5% 短縮、白竜だったりヨーギラスだったりも 5% 短縮になりますね。あと2回進化可能なポケモン例ピチュウの場合、お手伝い時間が 11% 短縮となります。3段階目、1000時間一緒に眠ると最大所持数がさらにプラス3、お手伝いポケモンの限定プロフィールアイコンをゲットできます。そして最終4段階目は2000時間一緒に眠るとアンロックされて、最大所持数がさらにプラス2、全部で合計プラス8になりますね。あと1回進化可能なポケモン例ピカチュウの場合、お手伝い時間が 7% 短縮されて合計 12% 短縮、あと2回進化可能なポケモン例ピチュウの場合、お手伝い時間が 14% 短縮されて合計 25% 短縮となります。アンロックされるごとに各段階の効果は加算されていきます。そしてね、進化可能回数についてはポケモンスリープに登場しているポケモンの進化回数で決定されるということです。そんな感じで新機能は2つ、今後のキャンペーンの準備と新機能お休みリボンの追加でした。さあ、そしてゲーム内容参りましょう。遊び方かなり大きく変わりそうな予感がいたします。まずは得意なもの、スキルのお手伝いポケモンのメインスキルがストックされるように回収されます。今までは全てのお手伝いポケモンでメインスキルを1回発動するまで次のメインスキルは発動しませんでした。今後は得意なもの、スキルのお手伝いポケモンに限り、メインスキルを最大2回分まで貯めることができるようになります。スキル得意のポケモンたちはね、スキルを2回分までストックしてくれるようになるということですね。今後はホーム画面で頭上に虫眼鏡マークがついている得意なもの、スキルのお手伝いポケモンをタップすると、一度に2回メインスキルを発動することがありますということで、スキルをね、2回分ストックしている場合、別々のタイミングで発動させることはできず、一度にね、2回連続で発動するというような仕様となるみたいです。
そして得意なものスキル以外のお手伝いポケモンはメインスキルを1回しか貯めることができません。まあなのでね、非常にスキルが得意なポケモンっぽい雰囲気のケッキングみたいなねポケモンもいたりするんですけれども、彼はね木の実得意ポケモンでありますので、スキルに関しては今まで通りといった感じになります。そんなね得意なものスキルのお手伝いポケモンのメインスキルがストックされるように回収されます。これを利用してね、日曜日の寝る前とかにあえてポケモンたちタップせずに最大所持数いっぱいまでスキル抽選してもらって、月曜日の朝起きた時に例えばデデンネの料理チャンスを朝一でいきなり2回発動してもらったりだとか、ヒーラーたちのね元気オールを2連続使ってもらえるかもみたいな、いろいろと夢が膨らみますよね。さあ続いてフィールドボーナスが上限に達している場合の報酬についてです。フィールドボーナスが上限に達している場合、フィールドボーナス増加分 5% は他のフィールドに自動で割り振られるようになります。このね割り振られ方が英語の文だとねもともと書かれていたんですけれども特徴的でした。例、若草本島のフィールドボーナスが上限に達しており、宇の花雪原まで開放済みの場合、本来若草本島に振り分けられるはずのフィールドボーナス増加分 5% はシアンの砂浜 2%、 トープ洞窟 2%、 宇の花雪原 1% の配分で振り分けられますということがもうね明記されております。これ文章上だとシアン 2%、 トープ 2%、 宇の花 1% で確定みたいな書かれ方はされているような気がするので、もしかしたらねこう若いアンロックされるのが若いフィールドの方が自動でちょっと多めに割り振られてしまうのかもしれませんね。まあ、とにかくこのアップデートによってすでにねフィールドボーナスが上限に達しているフィールドにも足を運びやすくなりました。料理のねレシピボーナスを上げたりするのにもフィールドボーナスの高いフィールドとても有効なので、今後はフィールドボーナスが上限に達しているフィールドに通い詰めて他のフィールドのフィールドボーナスも上げていくというような、そんな遊び方が主流になってくるかもしれませんね。さあそしてね、そんなレシピボーナスなんかにも関わるリサーチランクやお手伝いポケモンのレベルなどの上限の解放が一気に行われます。まずはリサーチランクが55から60まで引き上げられます。これにより夢の塊を使用した時に入手できる夢のかけらの量が増えたり、毎週のねウィークリーミッションの内容がちょっと良くなる代わりにちょっと難しくなったりだとか、あとはもしかしたらゲットしたポケモンの初期レベルもリサーチランク60カンストとかまでいっていればさらに1とか2とか上がるかもしれませんね。またこのリサーチランクの上限解放によって今までランク上限カンストしていた人はリサーチ EXP が夢のかけらに変換されていたと思うんですが、まあ、それがしばらくの間行われなくなるということでありますので、ただでさえねアメブースト直後で皆さん夢のかけらちょっと枯渇気味なんじゃないかなと思うんですけれども、輪をかけて足りなくなりそうだぞというのはちょっと覚悟しておくといいかもしれませんね。続いてポケモンレベルが55から60に引き上げられます。ついに来ましたねレベル60、第3食材の解放があります。特にね食材タイプのポケモンたちの第3食材解放は、例えばこう食材 AAA なんて呼ばれる、まあじゃあラウドボーンで例えるとリンゴリンゴリンゴの場合はレベル60が解放されると集めてくる食材の数がだいたい食材確率アップ M を持った時とレベル30で食材確率アップ M を持った時と同じぐらい増えるんですよ。まあ、なのでレベル60解放超ざっくり食 M がつくというようなそんな著しい強化となりますので、いやーこの2年目のポケモンスリープ覇権を握るのは食材タイプのポケモンたちかもしれませんね。レベル60非常に楽しみです。そして続いて一部のメインスキルの最大レベルが6から7に引き上げられます。今回最大レベルが上がるのは食材ゲット S、 お手伝いサポート S、 料理パワーアップ S、 鍋拡張ですね。この3つとなります。他のメインスキルの最大レベルについても今後のアップデートで順次解放されますということです。まあね、順次解放していただかないと指を振るがねレベル7になれませんので、ちょっとね頑張ってほしいところでありますね。今回スキルがストックできるようにもなる調整のおかげでね、私トゲキッスにめちゃくちゃ期待しておりますので、なんとか頑張ってね元気オールレベル7とかお手伝いブーストレベル7とか実装していただいて、指を振るレベル7が実現できたら嬉しいなと思ってます。そんな感じでね、今後はトゲピー厳選にも力を入れていきたいななんて思っております。そんなね一部のメインスキルの最大レベルが7に引き上げられます。続いてレシピレベルが55から60まで上昇するようになりました。
私もね、最近ようやくレシピレベルカンストのメニューが結構増えてきましたので、非常にありがたい調整ですね。レシピレベルね、50から55に引き上げられた時はざっくりエナジー量 10% 強ぐらい増えておりましたので、今ねフィールドボーナスが高いフィールドで煉獄コーンキーマカレーとか作ったりすると5万5000エナジーとかいったりするんですけど、6万の大台を超えてきそうな雰囲気はありますね。こちらもね、食材タイプのポケモンたちのレベル60解禁に合わせて嬉しいレシピレベルの上昇ということになります。そしてお待ちかね、食材バッグの最大容量が600から700に引き上げられます。1回120ダイヤで20個バッグ容量大きくできますので、まあ600ダイヤでね100個分増量することができます。私個人的にポケモンスリープで最も強い食材タイプのポケモンは誰かと聞かれると、食材バッグと、まあポケモンじゃないんですけど、食材バッグそのものがね、こうポケモン6体目7体目として機能するような役割持っていると思ってますので、無課金にはね、なかなかこの600ダイヤ、お高めな金額とはなっているんですけれども、まあ1周年記念フェスティバルの時に500ダイヤ頂戴できましたので、それらを使ってね、ぐっと一気に引き上げてしまおうと考えております。そんな感じでね、非常に盛りだくさんでありました、リサーチランクやお手伝いポケモンのレベルなどの上限解放です。さあ続きまして、若草本島で発見できるポケモンのネガを星3の追加が行われます。若草本島の睡眠リサーチで見ることができるポケモンのネガを星3を複数追加してくれるようです。これはもう純粋にありがたい調整ということになりますね。若草ね、星3ネガオがほとんど出現しなかったので、結構リサーチの下振れが起きやすかった側面があったなぁなんて個人的には思ってました。そういった部分の解消にこれがね寄与してくれるとありがたいなぁと思います。なんとなーくの予想なんですが、若草を出た後にラピスラズリコハンまで出現しないポケモンたちの星3ネガオが追加されたりするんじゃないかなーなんて思ってます。例えば不思議だね系とか堂々系とかピチューピカチュウとか、ピカチュウはシアンで出てくるか、あとはねニャオハ系の星3とかも追加されたら嬉しいですね。とにかく若草本島で発見できるポケモンのネガオ星3が複数追加されるみたいです。続きまして、一部の料理で獲得できるエナジーがアップします。必要な食材数が少ない一部の料理のエナジーが少し増えますということで、これは主に始めたての方がより遊びやすくなる調整ということでありましょうか。何にせよね、ありがたい調整です。続いて、眠りの約束で獲得できる報酬がアップします。眠りの約束を達成することで獲得できる一部の報酬が増えますとのことで、増えますと書かれており、変更されますなんていう表記ではないということから、基本的な報酬はそのままで量が増えるっていう感じになるんでしょうかね。ちょっとこのあたりもアップデート後注目です。本当はね、こうポケサブレとかもらえたら嬉しいなぁなんてもちろん思うんですけれども、スタンプ7つ貯まったらポケサブレ1枚くれるみたいな、なんかねそういう調整でも来ないかなぁなんてワクワクしてます。さあ続いて、睡眠リサーチで獲得できる報酬がアップします。睡眠リサーチで獲得できる夢のかけらとリサーチ EXP が少し増えますとのことです。必要な眠気パワーが低いネガオを中心に調整されるみたいです。これも純粋にありがたい調整ですよね。どうなんだろう、必要な眠気パワー自体はいじられないのかな、この書き方だと。何にせよね、今後夢のかけら不足さらに深刻になっていきそうですので、いっぱいやっちゃってくれというような気持ちであります。さあそしてゲーム内容ラストです。チーム編成を変更した場合の仕様変更があります。これかなり大きく遊び方に関わってくる項目でありますね。チームのお手伝いポケモンを1匹でも変更した場合、チームの全てのお手伝いポケモンのメインスキルの発動可能状態がキャンセルされるようになります。今後幅広い種類のメインスキルの実装を予定しており、それを踏まえた調整ですということです。文面だけ見るとまだね不透明な部分もたくさんあるんですけれども、これを読む限りだと、例えばスキル得意なポケモンがスキルをね2回分ストックしていたとしても、チームを変更してしまえば別のポケモンをね1匹でも変更してしまうと、その2回分失うということでいいんでしょうか。発動可能状態がキャンセルされるようになるとだけ書かれているので、もう1回お手伝いすればその2回分のストックが復活するのか、どっちになってくるかでね、かなり遊び方変わってくるかなと思います。この調整で基本的に影響を受けるのは、元気エール、元気オール、お手伝いサポート、お手伝いブーストあたりになってくるかなと思います。今までね、それらのスキルが発動するときに、まあ、チームのメンバーを変更して、任意のね、ポケモンたちに発動させようとしていた場合、
チームを変更してしまうと全て活動可能状態がキャンセルされてしまいますので、個人的にはね、朝一の元気オールの発動、これをね、睡眠で育成したいポケモンたちから日中にお仕事してもらいたいポケモンたちのチームに変更して発動するということをいつもずっとやってたんですが、これがね、まあ、要は明後日の朝からできなくなってしまいますので、本当にまず一つ注意が必要ですね。私なんかね、もう本当に何百日も同じような操作を続けてきましたので、完全に朝のルーティーンになってしまってるんじゃないかなと思うんですよ。起き抜けのね、ちょっと寝ぼけた状態で、あーチーム変更して元気オール発動しなきゃって思ってると、元気オール、ね、発動可能状態がキャンセルされてしまってどこかに行ってしまうなんていうのはちょっと悲しすぎますので、ぜひ皆さんお気をつけください。そんなね、非常に盛りだくさんなゲーム内容でありました。どれもね、かなり遊び方に影響を与えるアップデートでありますので、しっかりとね覚えておきましょう。さあ、それでは最後にその他の項目ささっとお伝えします。まずはタブレット型端末、折りたたみスマートフォンへの対応があります。どうやらね、ゲーム画面がこういった端末に対応してくれるみたいでした。そして人によっては大きな情報ですね、 Android OS 7系統でのポケモンスリープサポートを終了するみたいです。対象の方はね、こちらよくご確認ください。そして一部テキストの修正および表現の統一があり、その他軽微な不具合の修正改修があるとのことです。まあ、不具合というわけではなかったと思うんですけれども、最近ね、追加されたポケモンたちの例えば星3ネガオとかが最終ネガオ抽選枠で選ばれてないみたいなことがあったりしたっぽいのでね、ちょっとそういったところも変更回収されてれば嬉しいなというところですね。といった感じで、めちゃくちゃ盛りだくさんな内容のメンテナンス&アップデートバージョン 1.10.0 でした。ひとまずね、これだけは押さえておこうっていうことを改めてお伝えすると、まず明日の9時までにスリープポイント交換所で交換したいアイテム取っておく、そして10時までに朝ごはんをあげる、また明後日の朝ですね、手癖でね、元気オール発動前にチームを変更しないこと、このあたりひとまず気をつけていただければ、まあ、徐々にね、その他の変更には慣れてくるんじゃないかなと思います。いやー、考えること本当に盛りだくさんですね。まさしく大型アップデートというような感じとなりますので、2年目のポケモンスリープもさらに楽しんでまいりましょう。そんなメンテナンス&アップデートバージョン 1.10.0 の情報でした。後半はね、レベル60解禁に伴う、まあ、もろもろのお話ちょこっとしようかななんて思っておりますが、その前に朝レポ2本続けてどうぞ。ジャースということで、朝レポやっていきたいと思います。372日目のリサーチとなりました。いやね、本当に8月上旬に来ると言われていたアップデート、まさかの8月1日ということで、いや仕事早すぎだろとね、いう感じをね、めちゃくちゃ受けてはいるんですけれども、まあやっぱり楽しみにしていただけありますので、非常にありがたい。この仕事の速さ感動的です。さあ、そんなわけでひとまず今週のリサーチ頑張っていきましょう。来週以降はね、またこうフィールドどこ行こうかとか、そのフィールドボーナスの分配ができるようになったりとかしますので、またね考えていきたいなというところなんですけれども、今週はシアンの砂浜に来ております。2日目のリサーチですね、4,424,9,600で見ていきたいと思います。星3ネガを1つのみとなっておりますので、まあ星2に強い子がいい、あ、星1に強い子がいるのか、星3が強いかどうなんでしょうかといったところです。ちなみにね、昨日はね、本当に玉ざらしとウソッキーパラダイスって感じでね、非常にシアンの砂浜汚な感があったわけなんですけれども、さあ初手は誰も見えずのスタートとなりました。見ていきましょう。ウェルカモちゃんとかもね、見たいよね。ノビネのガーディが寄りまして、そういえばガーディスヤスヤタイプなのもなんか忘れかけてたね。ガーディのノビネがおりましてね、ヤドンも寝ておりますといったところ、ここまでは非常にシアンスヤスヤみのある感じとなってますが、あ、びっくりした。ヤドンね、もう一体いまして、色違いかと一瞬思ってしまいましたが、色違いではなかったですね。さあ、そしてピカチュウ丸まりねがいます。この感じも非常にシアンスヤスヤといったところ。さあ、左側には特にこう、これといってリサーチ、眠気パワーをね、消費してそうなポケモンはいなかったわけなんですが、じゃあ右の星さんね顔に期待が集まります。ウェルカモの星さんとかもう出てこら。かわいい。へへ、かわいい。わー、よろけてる。しがみついてる。かわいい。お母さん大丈夫かなって。うわー、初めてようやく見ることができました。ガルーラの星さんネガを先に起きたね、リサーチできました。嬉しい。かわいい、このね、よろける瞬間としがみつく瞬間ね。
ね、子ガルーラがねしがみついております。先に起きたねです。うわ、ガルーラの星さんようやく見れた。眠っている時もお腹の袋に子供を入れて守っているよ。もし子供が先に起きて袋から出て遊んでいても親に怒られないようにあまり近づかない方が良さそうだということで、うつ伏せで寝てるガルーラはこれ脱出したんかな、子供が押しつぶされないようにね頑張ってほしいところです。なんだっけね、パンダの隣で寝るとあの寝返りを打たれてのしかかられると圧死するっていう話は聞いたことがあるので、皆さんパンダと一緒にねお休みされる際はお気をつけくださいということで、ガルーラの星さん寝顔リサーチできまして、またピカチュウやヤドンがいっぱいいたよと、ピカチュウ、ヤドン、ガーディがいっぱいいてガルーラもいたよと、そういったねシアンスヤスヤリサーチでありました。 OK、 ではねまとめてリサーチしておやつタイム入ってまいりましょう。うわ、めちゃくちゃいいリサーチですね。これはこれで本当にシアンスヤスヤをもうマジで感じるリサーチとなったかなと思います。ガルーラが本当になんだろう、眠気パワー商品めちゃくちゃ頑張ってくれましたね。では全てのポケモンのリサーチ完了です。おやつタイムいきましょう。ガルーラにチャンス、ガルーラにチャンス、さすがにノーチャンス。オッケー、やっていきましょうか。では、うわ、ヤドン先生がめちゃくちゃこっち見てる。ヤドン先生がめちゃくちゃこっち見てる。仲間にしないのみたいな感じでめっちゃこっち見てるんですけど、ねー、まあ、ヤドンゲットするか、ヤドンゲットするか、ガルーラにサブレをあげるか、ガルーラにサブレあげましょうかね。まあ、ヤドンはね、やっぱ他のフィールドでもまあまあ出てくるということもありまして、シアンの砂浜か若草本島でしか現状ね、出会うことのできないガルーラがね、このタイミングで来てくれたので、ここはガルーラにボーナスサブレあげて終わりにしていこうかなと思います。そんな感じでいいでしょう。おやつタイム終了していきます。いや、ガーディちゃんもね、お手伝いサポートが一応レベル7まで上がるということで、強化されるといえば強化されますので、ちょっとね、期待したいところでは、ありますよね。炎の石もね、私2個かな余ってるので、全然炎進化ポケモン育てられるんですよね、ロコンとかガーディとか。 OK、 そんな感じでもうこの綺麗な並び、綺麗な並びとガルーラ星さん寝顔となりました。今日の1枚はガルーラにしておこうかなと思います。まあガルーラね、あんまり育ててる人はいないんじゃないかなと思うんですけれども、私も結構育てレベル30のガルーラ使ってたりして、生姜要因をね、こうヨーギラス系統じゃないなく使ってる方はね、ガルーラ育成飴欲しいだろうなというところで、本日はこんな感じのリサーチとなりました。ではこのままね、サブアカにバトンタッチしていきたいと思います。ジャスということで、サブアカの睡眠リサーチやっていきたいと思います。ちょっとね、一瞬リンゴを集めるためにネズミちゃんたちにたくさんお仕事をお願いしておりました。サブアカはラピスラズリ湖畔に来ております。まだ2日目なのでね、全然8体ポケモンは出現してくれないなというところなんですけれども、なんなら明日も全然8体出なそう。そしてこちらもスヤスヤタイプとなりました。ラピススヤスヤとシアンスヤスヤの差はなんだろう、まあやっぱラルトス系統だったり、あとはあれか、デデンネちゃんが出てきてくれるのが一応ラピスヤスヤということになっておりますね。ラピスね、残念ながらこうスヤスヤタイプだとクワッス、ニャオハのような追加された新ポケモンを出現してくれないわけなんですけれどもね、変わらぬラピスヤスヤお届けしたいなと思います。ということで3547万4400でお腹の上に1体星に寝顔2体のリサーチ見ていきましょう。ポケモン7体に眠気パワーギュッと集約されているので、お腹の上寝が強かったりするかなと思ったけど、比較的強いよりなのかな。ニャース、そしてペルシアンの尻尾かな、これ左下側はね見えました。ニャースの尻尾なのかな、どうだろう。さあということでね、周りぐるりと見ていきましょう。ピカチュウも来てくれております。じゃあなんか尻尾が見えていた左側からリサーチググッとしていきましょうか。ユーガネは、あ、ペルシアンがいて、さらにもじもじしているのはラルトスのユーガネといった感じですね。ラルトスね、やっぱこの皆さんからね、フレンドさんからの飴が送られてきやすいポケモンの一体となっているかなと思うので、やっぱラピスヤスヤって結構ラルトスの飴送りがちですよね。私もそうなんですけど、なので飴がね結構もう1000個近くぐらい集まってたりするんですよね。なのでなんかね、育成したいなとは思っております。まあメインスキルの種が全然ないといえばないんですが、言うてもこうやっぱりね、それこそ明日のアップデート以降からは、こう、朝ね、起きた時に、元気オールのためにメンバーをチェンジして元気オールを発動するということができなくなるというね、もう結構遊び方を根本から変えなきゃいけない系の調整が一つ入りますので、なんかね、こう、うまいことダブルヒーラーとかで、なんとかなったりしないかいって思ったり思わなかったりしてるんですけど。
まあちょっとね、そういった意味も含めてラルトスにチャンスがついてくれたらいいなって思ってました。さあおやつタイムやってまいりましょう。ということで非常にラピスヤスヤな面々となりましたが、この面々であればね、やっぱりラルトスにね、サブレをあげていきたいなと思います。ボーナスサブレラルトスにあげて、ぜひお迎えまで行けたらというところなんですが、ラルトスちゃんサブレどんだけ食べてくれるでしょうね。さあポケサブレ的にはまだ余裕がありまして、下のペルシアンガードがすごい守ってます、このラルトスを2体がかりで。ちょっとでもお迎えしていい、うちに連れてってもいい。ダメでした、はい、残念ながらの満腹です。今日の感じかなり今週もスヤスヤ出そうな雰囲気がしなくもないのでね、またラルトスと出会える時を楽しみにしておきたいなと思います。ということでおやつタイム終了していきましょう。本日はメインアカサブアカどちらともゲットはなしとなりましたね。まあどちらかというとね、やっぱりラピスもシアンもスヤスヤ狙いではないというようなところがねあるかなと思いますので、また別のタイミングの時にねサブレ温存しておきたいなと思います、なんて言いながら、あの思いっきりラルトスにサブレ上げてるわけなんですけれども、ということでね、今日の1枚はそのままラルトスにしておこうと思います。ということでリサーチ XP 夢のかけらこんな感じとなりました。明日も8体出てきてくれないかなと思うので、逆にこうね7体にさらに眠気パワーがギュッと集約されるので、見たことない寝顔とか見られたらいいなというところですね。そんなサブアカのリサーチでした。さあということで戻ってまいりまして、後半はねちょっと前半にお話しできなかったレベル上限解放についてちょっとねお話ししていこうかなと思うんですけれども、確かね木の実タイプってレベル50から55になった時の木の実エナジーが 10% 強くらい増えてたと思うんですよね。なのでまあ今回もそれくらいの強化幅になるんじゃないかななんてちょっと思ったりしてます。レシピレベルのねこうエナジー上昇幅が 10% 強ぐらいだったので、まあ大体同じくらいの強化ということになるんでしょうかね、どうなんでしょうか。でまあレベル60に関して一番の懸念点というか、レベル55から60への夢のかけらの消費量やばそうですよね。こうレベル54から55の1レベル分が飴88個でかけら3万3000個くらい必要なんですけれども、ということは55から56飴100個かけら4万とかの世界になりそうじゃないですか。ということは55から60まで5レベ上げようと思うと、まあ飴6、700個かけら2、30万くらいは余裕でかかってきそうですよね。でまあここまでならある意味予想通りではあるんですけれども、そのレベル50から55ってもうそれまでの必要経験値からは予想できないぐらい経験値量が増えてたんですよ。まあいろんなね調整の一環だとは思うんですけれども、なのでまあレベル55から60がなんかね飴1000個かけら40万ですって言われてもはーいってねなるというか、もうちょっとそういったところの覚悟はしておかなきゃかななんて思っております。いやね、でも本当にかけら足りなくないですか。こうねスキルの仕様変更で寝る時だけ育成用のポケモンを編成するっていうのもちょっとね元気オール的にはマイナスに働く側面があるので、本当にしばらくの間新しいポケモンを育成するのちょっと考えなきゃななんて思ったりはしちゃってます。夢のかけらゲット S もね検討し続けてはいるんですけど、スキルストックの影響は嬉しいなと思ってるんですけど、それこそね寝るときは本当に高レベルポケモンたちだけで固めたいみたいな気持ちもあって、マジでどうしようっていう感じですね。こうねクリスマスにねホリデーが来て、昨年同様ダブル夢のかけらリサーチしてくれるかもしれないんですけど、それでも全然足りなくないみたいな気持ちもあり、ちょっとそのために夢のかけらゲット S のポケモンを育てるのもどうなんだろうなみたいなね感じです。皆さんは夢のかけら対策ってどのようにしてますでしょうか。ぜひね何かしら対策あれば教えていただきたいなと思います。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。いつも応援本当にありがとうございます。
それでは明日8月1日事実上の大型アップデートであります。環境ねがっつりと変わるかなと思うので新環境楽しんでまいりましょう。そしてアップデート前日ということはいつものやつで締めておきたいと思います。明日の朝ごはんは10時まで、またね、バイバーイ。